こんにちは、ネモです。パワープラアプリやっていきます。今回は矢部くんですね、使いに行きましょうということで、フレンドさんがフル格の矢部にしていたので、これは扱うしかないでしょうというところです。で、潜在能力覚醒ですね、スペシャルアタックがなんと 50%、 そして総力の上限4ということで、まあ、かなり適正的には高いんじゃないかなというところです。で、ジャベリンと合わせて106構成ですね、を組んでおります。ジャベリン、合わせ、社長、クロセイラ、アマネ、そして矢部くんと。で、お守り招きですね、行きましょう。まあ、佐伯を抜いたデッキ、まあ、最近ね、佐伯とかアマネとかを抜いて、まあ、いろんなデッキを組んでやっているんですけど、まあ、これがね、うまくはまれば、まあ、金徳2個構成を2人組んでいるので、まあ、かなり面白いんじゃないかなとは思います。まあ、うまくいくかどうかは、わかりませんというところですね。相変わらず。社長の体力削りがね、やっぱ地味にきつい。おー、これはありがたいね。これはちょっと押し出しをさっさと仕掛けましょう。で、合わせが自己紹介入りましたね。あー、これ強いんじゃないですか。評価もまあ、徐々にですが、上がってきてますと。合わせを取るというよりは、どうしましょうかね。これ仕掛けてもいいかな。合わせは取りに行くんですが、どうしようかな。いいか、普通に行くか。で、ゲージを伸ばしちゃいましょう。2だ。金徳取ると、俺はなくなってしまうと。一回休みましょうか。なんか監督がすごいね、これ。結構敏捷で詰めましたが、結局これブースターセルが今乗ってないので、まあ、ちょっと微妙な感じですよね。そこがうまく取れると強いんですが、まあ、ここは合わせを取りながら、技術をね、詰めた感じですね。お。序盤に起きたらチームメイト評価。これでまあ悪くはない。か。いけますか。良くもないけど悪くもないって感じですね。誰を取る？あまねー、いきそうだな。ただ合わせあげちゃいますか。ゲー回復ナイス。矢部くんの評価も上げられましたと。うわー、強い強い。これここ行って矢部くんとあまねをサクッと上げるのがベストっぽいですね。おー、ナイス。捕獲うまく入りました。プレッシャーラン。まあ、ここは普通に取って次ですね。まあ、体力余ってるんで、社長来ない限りは。おーい。強いけどさ。だいぶ怪しいな。26%。ちょっと今のやつでだいぶ怪しくなりましたね。さすがにこれは通してくれないとひねくれるよ。OK。ジャングルもうガン無視しましたが、まあいいでしょう。よしよし、悪くないでしょう。セクイチ3000点。まあ、敏捷は矢部くんがマジでめちゃくちゃ入れてくれるはずなので。そんなに心配しなくても大丈夫なはずです。多分ね。冷静取りましょう。敏捷は大丈夫なはず。ここはここでいいですね。敏捷のブースターを誰か出してくんないと結構きついなと。まあ、その辺の役目はやっぱ矢部くんですよね。で、打撃がなくなってしまうと。次、矢部くん踏んでなんとか行きたい。早っ。これ2回目ですね。
なので守備力上げれるだけ上げましょう。お、いいとこいるね。ちょっと精神のボナにはなりましたが、まあ結構理想的な積みはできてます。あ、しかもこれ合わせ積めるのか。合わせを積むと筋力と精神、まあ技術はなくなりますが、まあめちゃくちゃ理想的ですね。取るか。うん、体力的にもまあ、お、あー、これいくとな、敏捷症が古虫にはなってしまう。まあいいか。うん、矢部くんあと1回ですね。矢部くんもちょっとやること多いな。くそ、敏捷症の基礎ボナなくなったの痛えな。技術一応取れますけどね。いきますか。強。矢部くんに咲いてる敏捷症がないな。うん、まあ精神はめちゃくちゃ入ってきますね。ただ矢部くんに咲いているポイントがない。阿部比、まあ弱くないんですけどね、矢部くんも。バランス的に考えればまあここか。うん、合わせは50に入るからめっちゃでかいっすよね。まあ後ろでいいと思われます。ラストターン頼む。たくさん重なって、おほう、まあまあまあ重なったところが面白いけど。ヘッドスライディング、はい。でまあ精神取れなかったらちょっと痛いですねこれ。掃除してくれてるらしい、ありがとう。あー、畜生くんなかったか。まあまあいいでしょう。うん、なんかさっきからフィールド違いでポイント稼いでるのが面白いですね。強いなこれ。敏捷症めちゃくちゃ取れそうだな。ブースター2つ、これ取りてえな。これ頑張って取りたいっすね。せい、あー、だいぶ痛え。まあ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 6475。もう一丁こんかな。あ、でもこれ精神で良さそうですね、普通に。これで敏捷症を取れる三段が完全に整いました。むしろ敏捷症しか取れない。むしろ敏捷症しか取れない。ちょっととりあえず上げましょうか。技術足んなさそうだな、して。肩とかの方がいいか。まあ、結構体力使うんでね、守備練とかは。302。うん、ここは成功と。で、一回休んでいいっすね。合わせ入れようかな。プレッシャーラン。で、社長が走りました。矢部くんが338。両取りいけるかな？いけると相当強いですからね。うん、ただイベント走んないっすよ、なかなか。
あとは監督。ラブパワーナイス。受ける。オッケー。受けないと正直足んないわ、技術。これで押し出して精神も取れる。うん、まあ行くしかなさそうですね。おー、両方行きました。モテモテ。両方行ったのはめちゃくちゃでかいなと。筋力を犠牲にして、あまねを積むことができる。一回休みます。うん。これ、素晴らしいな。臨床いらんよね。うん、これは行った方がいいっすね。技術。ここでうまく稼ぎきれれば、ナイス!行きました。これもう動画になるわ。で、精神が1。ちょっとおもらしいですね。矢部くんが両方成功させてくれたので、これは、結構いい感じじゃないでしょうか。まあ全体的にポイントがもうちょっと欲しいので、あれですが。うん。あまねでいいでしょう。技術、技術。ベーランもこれいけますね。走塁終わりました。こう一回バックか。お、打撃。あー、シングルか。まあまあまあ、来ないよりはマシ。あ、結構1万これでいくんだ。結構いい感じに進んでますね。バランスもまあそんなには悪くない。もうちょっと敏捷欲しいか。うん、これで1万点ならまあかなり良さそうですね。行きましょう。気になる、どれくらいいけるか。まあ1万ちょいでしょうね、でも。うん、1200点。まあ1617ぐらいはなんとかいけるとかなりはかどるので、その辺を目指していきたいですっていうのと、あと敏捷点多分結構足らない気がする。拾いますか。まあ汗のセルは結構出ちゃうんでね、外に。うおーっと、それやられると休むしかなくなる。うん、これで、あまね終わりですね。監督はどこへ?これ。いやー、せっかくうまく詰めてるからな。あんま押し追い出したくはないんですけどね。もらっときましょう。もらえるんであれば。強。監督これでようやく詰めた。まあなんか新しく詰むのか、この4周に勝負をかけるのか。まあつっても、ああこれは詰んでもいいかもな。これ詰むと結構強いっていうのと、まあここの敏捷がねそもそも強いんで、どうするか。まあ押し出したら2回いけるパターンあるな。うん。まあこれをどう考えるかだよな。2回いけるんですよね。1回。まあ次メンタル来る可能性はある。タタック来たら対応できない、絶対。デートは回数 OK。5分で2回タックしましょうか。2回超特訓。ほっ、おわ、いいっすね。これは強いわ。意味わからんぐらいのタック入りましたね。
敏捷をとにかく使わなきゃいけない。コリン7、まあこれでいいっすかね。すんよ、待ってよかったわ。あー、これは何もなしか。筋力も入ったの大きいですね。技術欲しかったな。37、まあここでしょうね、取るんなら。本類生還、あったかい、一層もいいな。うん、これでいいっすね。悪くないでしょう。あとは合わせが2個くれるとだいぶ助かりますが。レーザー後でいいか。うん、まあそんなに悪くなさそうに見えますが、まあ技術は圧倒的に足らんですね。守備職人やっと取れたわ、この動画で。補給ポイント、うん、 OK ですね。行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。デートか。まあ、めちゃくちゃ強いけどね、ここ。キャッチャー丸とかもらいてえな。し、もうつけちゃうか。で、行きましょう。で、筋力もうまくさばけそうですね。逆に。なるほど。うん、筋力はさばけますね。で、技術もまあ、技術が欲しい、とにかく。はい、ガタガシャー。次行きましょう。さあ、キャマル欲しいな。そして技術によって欲しい。おぉ、いいっすね。狙い通り。で、おぉ、いいね、いいね。あまねないっす。マジで助かった。ありがとう。で、金徳。牛若、どうしましょうかね。まあ、一応、こ作る可能性はゼロではない。一応待つか。いきますか。はい、勝てました。次行きましょう。おぉ、いいっすね。技術、ちゃんと入ってくる。まあ、敏捷はさすがにいらないでしょう。ここは。まあ、海岸のこと考えるとありですけどね。精神もまあちょっと余りそうだし。印象が絶対もう、これ取ってだって、何に使うのみたいなところはありますけど。まあでもいいか。これは普通に打撃行きましょう。うん、まあ高速レーザーいきますか。はい、勝てました。次行きましょう。うわ、祝福されて、これ。うん、筋力でしょうね。あ、まあ57、まあ値一緒なら普通にこっちでいいか。どっかでなんかポイント使えるかもしれんし、値変わんないっすね。ギャベが強かった。で、ですね、チャンス、パワー引いとるか。打ちにくいし、どっかで使えてほしいな、このモニト。はい、じゃあ行きましょう。はい、勝てましたー。ということで、終わりました。なんとか。無事にね。
合わせこい。すい。あー、祝福されねー。うん、まあまあこれ祝福されたらかなりおもろかったですけど、残念ながら来なかったと。でどうしましょうかね。ポイント的にはやはり精神と、あとは臨床点がまあだだ余りそうという感じにはなってますね。200、200、100で使って開眼してもいいけど、しなくても正直いいような気はしています。うん、取れるもんが少なさそうですね。あ、レーザー取れないのか。なんか、技術系取ったかな？技術系。いや、取ってない。切り込み隊長ぐらいか。まあ、切り込みとレーザーだったらどっちって感じだけど。まあ、技術大量に使うからバランスは悪くなるんですよね。2だ。どうしましょうかね。他、取れそうなやつ。精神系か。なんか、そんなに、ないな、精神系。絶対この辺取りたいよな。まあ、こんなもんになるんですかね。うわー、そうか。あと一発あったな。セクさんの最後あたりのタックが、あれダブルで、しっかりと筋力技術で稼げてたらかなり面白かったですね。ただ、矢部くんもまあありだなっていう感じのサクセスでしたと。まあ、総力バーストとね、高速ベースラン両方くれたので、まあかなり面白かったかなというふうに思います。まあ、ハマったらかなり面白そうな感じのデッキですね。まあ、今回は残念ながらタックはま、あと一発二発、なんなかったなという感じですが、ま、なんとかね、お、パーちゃんの17個くれた。当選番号は全く1ミリも噛み合いませんでした。で、ま、新しい、おうおうおう、ちょ、これ別動画にしたいっていうところなので、ここで終わりたいと思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローください。また次の動画でお会いいたしましょう。